OK ですか。OK、ありがとう。こんにちは、ジェイカムです。2014年5月のレガシーツーリングワゴンの旅を振り返ります。最近やっぱりステーションワゴンっていいなぁと再認識しています。ボルボの V60、 ベンツの新型 C クラスステーションワゴンに試乗させてもらい、次の車を SUV にするかステーションワゴンにするか迷い始めています。レガシーツーリングワゴン時代のステーションワゴンの車中泊キャンプ場を振り返ってみます。私たちのレガシーツーリングワゴンの旅の基本は車中泊キャンプでした。ここは栃木県日光市の霧降高原です。絶景で16キロの道は複合コーナーの連続で走りを満喫するのに最適です。旅行に行く場合は夜に出発、車中泊をしてから旅行先を楽しんで、夕方以降はキャンプ場を満喫するという流れです。子供が小さいと車中泊を満喫できます。勝手に好きなように寝て楽しみます。車中泊のおかげで朝早くから旅を満喫できます。この時は栃木県日光市の大笹牧場を楽しみました。おお。あいにくの雨でしたが、子供が小さい時は雨の中の遊びの経験も大事ですよね。後ろが。ふさまじい。ふじゃふじゃ。ふちゃんもなかなか、めいちゃんはもっと。どう、めいさん。めいっつってごらん。こんにちは。お、動いた。お、逃げた。どう。ここ見て。お、すごい。初めて。すごい。お、来た。もうちょっとして。レガシーツーリングワゴンは車高が低いので、子供たちがキャンプ道具を利用しやすいです。オッケー、ありがとう。ボロボロなりながら。ちょっと大雨濡れて。じゃあ、ふーちゃんやって、お願いします。やっぱね、子供が大きくなると、手伝ってもらえるとかいっぱいあっていいね、まえちゃんね。はい。うん、ありがとう。すごいね。面白い。あ、めいちゃんがしてくれてるの。ありがとう、めいちゃん。つかの間の入っていいよ。この鬼怒川温泉キャンプ場を選んだ理由は温泉と釣り堀です。子供たちに魚釣りを体験させたいと思ってここを選びました。お、来たやっと来たね。ふーちゃん、よかったね。釣れたね。ふーちゃん、楽しかった？おー、いた。
一周しちゃって子供たちは思ってた以上に興奮喜んでくれて、子供の笑顔に癒されました。だったね、初めてだね。うん、かった。釣れた、釣れた、嬉しかったでしょよかったね。しかもまだ大きいの釣れた、釣ったねめいちゃん、さっき引っ張られてたしね。そうそうそうやった、釣れた。うん、よかった。やっと釣れた、お魚。すごいよ、母さん、お魚取りたい。あ、すごいすごい。楽しい。もう一回いらない。もう一枚。はい。オッケー。焼かなきゃいけない。これ焼けるの、焼くの。生きてる？ふーちゃん、まだ。生きてる？中見て、口の中ピクピクしてる。おすごいね、こんなになってるね。まだ生きてるのね。うん、これ目でしょ、うん、これ目で描いたい。だめなんで、あの目を持って描いたい。うん、おいしい。うん、うまっ。早くやっとするよ、うん、おいしい。子供が小さい時にステーションワゴンがいい理由は車高の低さです。レガシーツーリングワゴンのラゲッジスペースに座りながらご飯を食べたりできます。写真では子供の飲み物をレガシーツーリングワゴンのラゲッジスペースに置いています。今日牧場で買ってきた美味しそうなのです。あ、めちゃん優しいね、ありがとう。ありがとう。あのね、欲しい？めちゃん、トマトも用意してくれたの。本当に？あ、すごいね。めちゃん自分で食べな。ありがとう、めちゃん。そうそう、子供の日やから牛肉だよ。やったやった。姉ちゃん牛肉だよ。はい。この鬼怒川温泉キャンプ場の旅を振り返って、小さかった子供たちの可愛さに癒されました。レガシーツーリングワゴンのおかげでいろいろいい思い出が作れたなぁと感謝しています。私の中で一生レガシーはいい車として記憶に残るでしょう。私はフォレスターの動画やスノーボードの動画、またキャンプの動画を撮っています。気に入ってくれたらチャンネル登録をよろしくお願いします。